皆様様こんににちはは河野恵美子と申ししまますすす職業は下界です皆皆お尋ねします皆さんはある日を境に自分の存在が社会から受け入れられなくなったらどうされますか ?2007 年7月1日私の目の前の世界は激変し外科医継続の危機に遭遇しました。 いつ熱を出すかわからない子どもを持つ女性外科医に患者を受け持たせることはダメ外来させるのはダメ嫉妬させることはダメ与えられた仕事は週2回の手術助手のみでした何か役に立ちたいと思って上司に申し出ますと「小学生の子どもやないんやからいちいち聞くな」「まあ先生はおってもおらんでもええ存在やけどな」とあしらわれ 白板の名前は学年順であるにもかかわらず私の名前は松尾さらには後期研修医の発表のスライドから私の名前だけが消去されるもう挙げればキリがありません皆さんどうでしょう組織に必要とされ忙しいのはまだ我慢できますよしかし存在を否定され仕事が与えられないと 人間だんだんうつ状態になっていくんですね私もそうなりましたとはいうもののもしかすると私の被害妄想かもしれない客観的な判断をあおうと思って私は人生で初めて精神科を受診しましたその先生はこう言いました「誰でもそのような状況になったらうつ的な状態になります」「同じ女性医師として許せません」 そんなな病院やめなさい私は改めて周囲の女性外科医を見渡してみました私よりも学年が上で子育てしながら急性期病院で活躍している女性は見たことがありませんでしたなるほどねこういうことだったのか身をもって感じました私は限界だ 私は主任部長に退職の話をしました部長は言いました先生はやめたらあかんでも先生私も病院に行くことさえも嫌だったんですあのもうやめさせていただきますわかった病院に来なくていいから朝8時に俺に電話してくれやそうじゃないと君は本当に外科医をやめてしまいそうな気がするそこから毎朝8時に電話することになりました 今日も行けません分かった、まあただそれだけの会話なんですがもう苦痛で苦痛でああまた8時が来てしまったみたいなその間他の仕事をしようかと思っていろいろ考えていたんですがまあ悲しいかな下校はあまり潰しが効かないかでその時の私は何も他に思い浮かばなかったんです。それでで部長にけする形で 復帰したわけなんですその主任部長の専門は呼吸器だったので私にこんなチャンスをくれました「消火器は君を受け入れへんけど呼吸器で一緒にやってみようや」「君が頑張ってやっていれば消火器の連中も認めてくれるようになるやろ」って。しかしそこから3か月待てど暮らせど消火器からは声がかかりません。やっぱ やっぱりダメか私は病院長に年賀状を送りました大学の関連施設に戻りますと書いてすると事態は急変しました病院長がトップダウン式で私に消化器外科診療をさせるように指示を出してくださったんですそれから晴れて私は消化器器科の患者さんを受け持つことが許されたんですしかしながら 今度は外科を1年も経験していないな研修医からこう言われたんです先生これから患者を受け持つんやったらちゃんとやってくださいね。尻拭いするのは私たちレジデントなんですから。なんと外科を1年もやっていない研修医から「尻拭い」と言われる私って何なんだろう。上から言われる言葉よりも私よりも随分。 若い研修医から言われた言葉はとても心に応えましたそうなんですトップダウンで担当ができるようになったからといって急に状況が変わるほど世の中甘くありません私は辛くて苦しくてわらにもすがる思いで当時所属していた外科交流センターの事務の方と連絡を取り始めました すると後日教授から一本の電話がかかってきました河野先生大学は女性医師支援をしないよそんなに女性医師のことをやりたかったら医局やめてもええんやぞ先生はそもそもうちの大学出身者じゃないしなと告げられましたもはや絶対絶命の状況下ですメスを置いた方がいいのか それでもメスを握り続けるのか。悩んで悩んで悩んで、私が選んだ道は、それでも私は消化器外科医として生きていくというものでした。ではこのような思いで落してまで腹をくくるきっかけとなったのは何だったのか。それは二人の優秀な女性外科医が断腸の思いで外科を去ったことでした。 子育て外科医はそんなに悪でしょうかと言って涙を流した女性外科医のことは今でも鮮明に覚えています誤解のないように言いますと現在彼女たちはそれぞれの道で医師として素晴らしい仕事をしておりますただその時の私はもう二度と同じように悲しい思いをする外科医を出したくない ただその一心でしたそしてもう一つの理由は私はもともとそんなに頭がいいわけではありません。四天王寺高校出身のくせにそんなこと言うなよと批判する方もいらっしゃるでしょう。でも私が医学部受験を決めた時センターの偏差値は38でした。 マークシート50問のうち真面目に答えて3問正解全部3にマークした方がええ点取れるぞと呆れられました「国立医学部行くねん」って真顔で言ったら頭おかしなったんちゃうかと周囲はあっけに取られていましたけれどたった一人「やりたいことが見つかってよかったねやりたいならやったらええねん」と。 言ってくれた人がいました。私はアホやから、せえなやったえにゃんって、そう思って死ぬほど勉強して国立の医学部に合格しました。私の両親は離婚しておりましたからお金もなかったので、授業料免除をしてもらって奨学金を三つ借りて六百万の借金を背負って卒業しました。ここまで努力して医者になったというのに目の前の人たちに否定されたからといって。 自分の夢を諦めて良いものかとそれから外科の世界で女性がいないなら女性目線で仕事をすればどんな仕事でもオンリーワンのことができるんじゃないかと思ったんです逆転の発想です独身時代は男性と同じキャリアを必死に追いかけ24時間365日対応するのが外科医 そう思っておりました子どもを持った段階で外科医としてはもう無理なんじゃないかたとえ続けることができたとしてもどう頑張ったっても認めてもらえないんじゃないかそのように思っておりましただからこのことに気が付いた時には目からうろこでしたもしかしたら可能性は無限大にあるんじゃないかってだって誰もやってないんですから。 そこからの私は家事育児もやりながらとにかくがむしゃらに仕事しましたすると最初は否定的だった外科医たちも徐々に受け入れてくれるようになって難しい手術の執刀も任せてくれるようになりました指導もたくさんしていただきました次第に共存できるようになってそして消化器外科の部長からも先生いつも頑張ってくれてるね 先生の評価 A 判定つけといたでと言ってくれるようになりました嬉しかったですありがたかったですそして自分のライフワークとして徹底的に女性目線にこだわって仕事をいたしましたそのうちの一つが医療機器開発です機械は主として外国製品であって 西洋人の男性をターゲットに作られておりますしたがって私のように手が小さく力が弱い女性外科医にとっては非常に使い勝手が悪いことがありますこれを何とか改善しないといけないなと思いましたでもどうやったらいいのかわからなかったのでとりあえず学会の時に企業ブースに行って名刺を差し出して改良を訴えましたしかしながら 無名の外科医を相手にはしてもらえません2011年ある女性との出会いが運命を大きく変えます外科の中に女性医師の会というのがあるんですがそこの朝食会で外資系医療機器メーカーの女性と出会いましたいつものように私は機械を何とか変えたいんですと必死に訴えましたすると 一緒に話を聞いていた女性医師の会の会長がこんなヒントをくれましたアメリカ人と同じテーブルにつくためには論文が名刺代わりなのよとそこで私は外科医の手プロジェクトを立ち上げお二方に,方にご協力いただいて研究を始めましたまず消化器外科学会会,会員を対象に 機械に関するアンケート調査を行ってついで産業技術総合研究所に協力いただいてデータも取りましたそしていよいよこれらをもってアメリカに行くわけなんですやっと私は機械の責任者と直接話ができそれを機になんと日本人女性外科医で初めてボイスオブカスタマーつまり機械の責任 新製品を評価する人に選ばれたのですそして2014年には開発者から女性仕様に改良してほしいとご依頼をいただきまして世界で初めて女性仕様の手術デバイスを開発いたしました現在では複数のグローバルカンパニーと開発しておりますこのような流れの中でこんな奇跡も起こりました 私は世界中の手術の機会が変わることを目指しておりましたので先ほどの外資系企業と同様に別の企業にも声をかけておりましたしかしある企業に至っては「この機械の60%は日本人の先生の声が反映されたものですと」と新製品を紹介されましたいやいや私その新製品のおかげで力が足らんようになって操作できへんようになってしまったんやけど。 まあ,そこで聞きましたあのその日本人のうち女性って何人ぐらいですのあ女女性性ですか女性はゼロですは話にならないと思った私はアメリカの学会に行った折にその企業のブースに乗り込んで直談判をいたしました。そのの後米国本社の 機械責任者にたどり着いたんですがメールは見事にスルーされましたその様子を見ていた同じメーカーの営業担当者がこう言ってくれたんです先生は一生懸命頑張っておられるのにうちの会社は本当に情けない先生うちの事業部はダメかもしれませんが社内の男女共同参画を推進している部門もご紹介いたしますよと私は そのリーダーに会ってすぐに意気投合しまして本社で講演することが決まりましたそして講演会場に着いたら別の講演を依頼されましたさらにその講演が好評だったということでシンポジウムにも参加することになりましたするとここで奇跡が起こったんですねたまたまシンポジストの一人が内閣府の官僚で上司に私の話をし なんと内閣府でプレゼンすることになったんですそしてこのプレゼンがきっかけとなって男女共同参画大臣が企画した第一回働く女性との意見交換会に推薦され女性医師の現状をプレゼンテーションすることになりましたそしてついに総理官邸にもお招きいただきましたまあここまで来ると 完全にミーハー状態ですよね危険よく総理と写真を撮っておりますちなみにこの話のオチですが長年にわたって全く相手にしてくれなかったこの企業から新製品のプロモーションビデオの作成を依頼されました実は機械の60%は日本人の声を反映したといった彼が米国本社で新製品の開発に携わることになりまして 我々が以前取得したデータなどかなり参考にし、機械に反映させてくれたというわけなんですね。ちゃんとこちらの熱意は伝わってたというわけなんですよ。人生わからないもんだなって思いました。さて、24時間365日、対応できない子育て中の女性は下界ではないと、 突き放されたあの時から現在までの経験を皆さんと分かち合ってきましたこの期間ステレオタイプのレガシーな男性社会で私は問題児とみなされあなたのやってることは誰も下界は認めないあのおっかない女医さんさんざん言われてきましたでもある時からそれと逆のことを言われることが増えました 先生素晴らしいことやってるね応援してるよ先生は夢があっていいな少しずつ女性目線で仕事をし続ける異質な私を受け入れてくれる変化を感じます今私は大阪医科大学で研究開発を行っています実は私はこの大学の出身者でも何でもありません こちらの教授の教育方針は出る杭は育てる身一つで飛び込み本当に自分のやりたいことに専念させていただいておりますありがたいです私には夢があります今開発している女性目線の機械を全世界に送り出し外科の世界に新しい風を吹かせるその思いが叶うとき 今までの壮絶な経験も頑張ってきたこともそれも良かったのかなって思うようになれるような気がしています皆さんもし厳しい環境に遭遇して挫折しても取り返せるんです少しの発想の転換や自分を信じてコツコツ努力することで違う未来が待っております辛いことがあっても ピンチの先にはチャンスがあると信じて諦めずに頑張っていきましょう最後に米国三十七代大統領リチャード・ニクソンの私の大好きな言葉を紹介したいと思います人間は負けたら終わりなのではないやめたら終わりなのだありがとうございました